北朝鮮が3000トン級潜水艦を完成しました。詳しく見ていきますが、謎多き潜水艦になっていますね。動くのは動くと考えますが、韓国同様、動かない可能性もありますし、つなぎ目が荒いな。2021年4月、北朝鮮で、かねて、より、その存在が伝えられていた SLBM を、搭載する潜水艦が完成間近となっていることが、韓国の政府関係者からの情報として伝えられ、多くのマスコミで報じられた。この北朝鮮の SLBM 搭載型の潜水艦については、2019年7月に北朝鮮側が、金正恩の視察が行われていることを写真付きで公表したことがあり、これが、いよいよ完成に近づいたものだと見られている。この時記事を掲載したのは、朝鮮労働党の機関紙である、労働新聞であり、SLBM 搭載型の潜水艦と、おぼしき艦隊が、倉庫内に映し出されており、ありがちな視察風景ではあるが注目されていた。北朝鮮の SLBM 搭載型の潜水艦は、同国東部に位置する進歩の造船所、及び、各種の施設が携わって、完成にこぎつけたものと見られており、北朝鮮の、核兵器のプラットフォームが増えたと言えるだろう。ちなみに、北朝鮮は74隻に上る潜水艦を保有しているとされているが、いずれも排水量が小型の艦艇が多く、そのほとんどは潜水艇と呼ぶのがふさわしい規模のもので占められているのが実情だ。今回の SLBM 搭載型の潜水艦の排水量では3000トンクラスではないかと想像されており、そのため、この艦艇は、北朝鮮が独自に建造を、言ったものではなく、既存の艦艇を改修したものと考えられている。記事によっては、これを、旧ソ連、現ロシアのロメオ型潜水艦を、ベースにしたものではないかと報じており、確かに同艦は北朝鮮でも、建造が行われ、20隻以上が就役したと見られている潜水艦だ。ロメオ型潜水艦は、水上排水量1475トン、水中排水量1830トン、全長 76.6 メートル、全幅 6.7 メートルの通常動力型の攻撃型潜水艦であり、兵装には、533mm 魚雷発射艦8門を搭載している。このロメオ型潜水艦が今や少し珍しいのは、兵装の 533mm 魚雷発射艦を艦首部に6門、艦尾部に2門と進行方向だけでなく、艦体の前後にそれを実装している点が特徴として挙げられる。また、別の記事では、同じく、旧ソ連、現ロシアのゴルフ型潜水艦をベースにして、今回の SLBM 搭載型の潜水艦を開発したのではないかとの、推察がなされており、個人的には、こちらが正しいと思える。なぜならば、ゴルフ型潜水艦は、通常動力型ではあるものの、一応、弾道ミサイルの運用が可能な潜水艦であり、1型が3発、2型が6発、3型が4発と、搭載数こそ少ないが、その用途に対応しているからだ。ゴルフ型潜水艦は最大で、水上排水量2820トン、水中排水量3553トン、全長 98.9 メートル。全幅 8.2 メートルの艦体に、
弾道ミサイル発射艦以外にも 533mm 魚雷発射艦6門を備えている。今回の北朝鮮の SLBM 搭載型潜水艦の兵装は SLBM を3発搭載可能と見られていることから、タイプ的にはゴルフ型潜水艦の一型を流用してそれに改修工事を加えたと考えるのが妥当な線だろう。排水量の点からもゴルフ型潜水艦がベースであれば3000トン級であることとも符合し、艦隊に大幅な改修を加えずとも、その容積を確保している点から見ても、まず間違いないと思われる。また、ゴルフ型潜水艦は、旧ソ連では1990年までに全艦が退役をしたというが、そのうちに10隻ほどが、北朝鮮に売却されて持ち込まれたと推察されており、これに手を加えたとのだと解釈できる。ちなみにゴルフ型潜水艦は1959年に中国も旧ソ連から4隻を入手したと見られており、同艦を元に艦からだおよび弾道ミサイルそのものを開発する技術やノウハウを習得したとの考えられている艦だ。ただし、ゴルフ型潜水艦そのものが旧ソ連では1958年から就役しており、2021年時点ではすでに64年を超える旧式艦であり、現在の水準から見て使用に耐える艦であるか否かは甚だ疑問だ。これまで北朝鮮では搭載する潜水艦の存在は別として、2016年頃から SLBM の試射に成功したことがたびたび報じられ、最大射程距離が 2000km 以上と言われる北極星3号などを開発している。2021年現在、これを進化大型化させた北極星4号や北極星5号も矢継ぎ早に試射実験を成功させ、今年2021年1月の軍事パレードでは北極星5号とみられる本体も目撃されている。前述のように、これらのプラットフォームとすべく旧式のゴルフ型潜水艦と思わしき艦を改修してSLBM の実用化を喧伝したいのが北朝鮮側の狙いだと思われるが、すぐに深刻な脅威とはならないだろう。それは北朝鮮の潜水艦建造技術の水準はありがたいことに低く、旧式のゴルフ型潜水艦を改修したところで日本やアメリカ、韓国の対戦所有海網はこれを探知することは容易と思われるからだ。それよりも日本が警戒すべきはイージス・ショアの導入中止で穴がついた弾道ミサイル防衛についてであり、移動可能な北朝鮮のこれらの陸上プラットフォームへの対応ではないだろうか。